はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ、次のイベントね、公式からですね、もう Twitter の方で情報出ていますけども、次のイベントはですね、妖魔人の特別編ということで、トリプルゼータランクの闇剣王が登場ということで、まあ公式の方からね、動画も出ています。まあ前回ね、動画で次のイベントこんな感じになるんじゃないかっていうね、概要をね、まあちょっと僕の方で考えて話してきたわけなんですけども、今日はですね、もう少しね、深い話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。まずは一番気になるイベント形式は、さあ皆さん、イベント形式はどんなイベントになると思いますでしょうか。まあ公式のね、まあ動画見たりですね、まあいろいろコメント欄で皆さんの予想を聞いたりした感じ、やはり次は気まぐれゲートなんじゃないか。これね、まあ前回の動画でも話しました。まあ気まぐれゲート、まずマップがあります。妖魔界合唱、超妖魔界合唱、極妖魔界合唱と3ステージプラスアルファのいつものように裏マップ、裏妖魔界合唱とね、まあ4ステージと、まあメインはね、やはり裏妖魔界の合唱、ここで強敵が待ち受けているというスタイルになるかと思うんですけども、で裏妖魔界合唱なんですが、ここにですね、まあ地獄ムズで夏ね封印バトルが来るんじゃないのかと思います。まあ要するに今やっているエヴァンゲリオン13号機に当たるのが夏ねと、なんだよ夏ねって、まあそのあたりね、まあ後ほど話していくわけなんですが、まあ封印バトル、まあ今回と同じく、まあ6個ね、6つの封印をすると、でまあ魔のクリアレベルで封印して、まあ以前もね、気まぐれゲートの時に封印バトルありました。まずは15、20、25とね、まあ弱い方の間をね、クリアする。そしてさらに強い方の間を7、9、10とクリアすることで全て封印して、そしてこの夏ねをね、倒していく。もちろん封印だけでは難しい。さらに特攻キャラ、これを引いてですね、まあ倒していくというスタイルかなと思います。間の方はですね、おみくじの間、ご褒美の間、魔天の間、レア、この3つがね、来るんじゃないかなと思います。で、おみくじの間なんですけども、まあ、HP 回復量ダウンという、まあ、いつものあれですよ、イベントマップのステージをクリアすると、おみくじの間が出現するよ。おみくじの間の出現時間は1時間、レベル1から35、レベル21からは反撃と必殺技効果無効ということで、今回、ボスとしてですね、ポチフクロウが登場するんじゃないか。もう完全に予想なので、外れたらごめんなさい。これね、来るんじゃないかと思います。やっぱり今回ね、正月をモチーフにしたイベント、特別編だからね。だから、まあ、ステージもね、なんたら合唱だとかね、ちょっと正月チックな感じ、そして出てくるキャラもね、正月チックなキャラですよ。ポチフクロウなんですけども、フクロウね、シャドウサイド出てきました。重要なキャラです。フクロウとポチ袋。ポチ袋ってわかるよね？あの、お年玉を入れて渡す時のね、あのお年玉が入っているフクロウ、ポチ袋。フクロウとポチ袋がフュージョンしてですね、ポチフクロウになったと。ということで、こういうのね、日野さん好きなんですよ、意外とね。が来るんじゃないのか。まあ、強敵枠ですけども。でご褒美の間はですね、まあ、おみくじの間をね、クリアするとご褒美の間、レアが出現することがあります。まあ、これ、ほとんど出現しません。お年玉なんでね、今回はちょっと出現率上げてほしいな、なんて思ってますけども。で、魔天の間、レアですね。こちら、強敵枠。攻撃力アップ無効。出現時間30分。ギミックは反撃必殺技効果を無効化。お邪魔玉も出てくると。レベル7からはプレイ条件が発生。レベル10以降は強敵のステータスは変動しないと。ボスとして闇剣王が登場するんじゃないの？ゲットするのはガチャからと。で、前回のイベントで言うところのなんだ金竜枠ですね。これプレイ条件があります。そしてレベル10、11、
12とねあります。今回もレベル12までおそらくあるかと思います。ステータス的にはですね、前回のナンダ金龍とほぼ一緒なんですが、後半少しね難易度上がってくるかなと思います。なのでこのあたりどう攻略していくかがポイント。歴代のボスを比べるとこんな感じですね。結構ねえぐい最近のこの敵の強くなり方半端ないです。また一段とね上がってくるということで、なんとかね特攻引いてクリアしたいなと思います。で、登場キャラなんですが、妖怪大辞典の追加は10体と、まあこれ前回もね話しましたけども、で、まあ注目キャラはやはり、まあ公式動画出ています、闇剣王ね、トリプルゼータの勇ましぞく。必殺技は全消し&全種類の妖怪プニを整理する。スキルは自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。そしてスキルはですね、勇ましの種族効果アップと。これはかなり欲しい。で、特攻はもちろんあると。入手方法はガチャから。今回のこの闇剣王なんですけども、同じ必殺技を持つキャラは結構あります。全消し&全種類の妖怪プニを整理する。まあ、クグツ剣王トリプルゼータね。妖魔人。同じ必殺技、そして仮面ライダーファイズもですね同じです。まあスキル的にはどうなんだろうね、クグツ剣王が自身のヨガプニにつなげると普段より大きくなる、で追加スキルでデカプニを消すとそのデカプニが降ってくるっていうことで、クグツ剣王も結構ぶっ壊れなんですが、今回のこの闇剣王もね、スキルが自身の技ゲージが溜まった状態でスタートの種族効果アップということで、ちょっとこれは欲しいね。その他にもですね、同じ必殺技第8サンズマル、こちらスコアタで交換できます。そしてホロライブとのコラボキャラのウサダペコーラ、通称ペコーラね、アイドルバージョンも同じ必殺技ということで、まず必殺技的にはだから使いやすいよね。宝天獅子エンマもですね、同じ必殺技。最近だからトリプルゼータの強キャラでこれ流行りなんだよね。全消し&全種類の妖怪プニを整理すると。で、同じスキル、勇ましの種族効果アップキャラはですね、これ少ないんですよ、結構。ダブルゼータはアースウォーカー、ノアのみと。で、その後もランク Z のね、獅子舞とかね、そういうキャラになってきます。なので勇ましの種族効果アップのランクの高いキャラとしては非常に貴重かなと思います。その他注目キャラとしては夏ね、トリプルゼータのプリチーと、大量プニ消し、スキルは必殺技を使った後に技ゲージが少し残る、スキルは自身の妖怪プニをつなげた時にサイズアップということで、もちろん夏目さんとね吉野さんがフュージョン、夏ねとなんだよ夏でってむちゃむちゃ欲しいじゃねえかと。でその他にはね、凍結合唱と復活スキルがあります。ウィスパー2040この堺雅人さんね、これあれだよね、妖怪ウォッチ3の CM の時に、まあ妖怪ウォッチ3のさ、あのキャラボイスというかね、ナレーションでもありましたけども、堺さんが来るのかっていうのも変な話だけど、ニョロロンのねランク Z ということで、そして主典同時合唱と、ダブルゼータの勇ましのダブルスキル、スキル2はですねもちろんアイテム解放ということで、スキルに解放してこそのキャラと。でヌラルヒョン、斎藤匠さんね実写版映画でねありましたけども、ランクダブルゼータのうすら影族、必殺技はデカプニを4つ作り周囲を消す、そしてスキルがねダブルスキルということで、こちらもスキル2を解放したいと。で今回ダブルフュージョンウォッチというのがね登場します。もちろんダブル、あのダブルですよ、仮面ライダーダブル、平成仮面ライダーシリーズ第11作目シリーズ初となる2人で1人の仮面ライダー、左翔太郎とフィリップが同時に変身ベルトを装着することで1人の仮面ライダーに変身、フュージョンですよ。2人を演じるこの桐山蓮君とね、須田雅貴さんね、まあ今もねドラマで大活躍ですけども、ダブル、フュージョン
おいおい、これ仮面ライダー許可取ったのか。どうして今仮面ライダーかっていうとね、舞台フート探偵がですね、もうついこの間先日ね始まりました。舞台フート探偵はですね、仮面ライダー W の正統派の続編でですね、まあ、ビッグコミックスピリッツでね連載中の漫画の舞台化ということで、これもね注目なんだよね。でこの W フュージョンウォッチなんですけども、今ですねフュージョンウォッチというのがあります。まあ、妖魔人のキャラがね HP20% 攻撃が 30% アップする。で同じようなウォッチとしてはね、竜神、滅竜士のねキャラがね竜神ウォッチ HP が 20% 攻撃が 30% アップするっていうのがあります。それに対して新竜神ウォッチっていうのがね、滅竜士のキャラの HP が 25% 攻撃が最大 35% アップする。手持ちに多いほど効果がアップということで、おそらくですねフュージョンウォッチ、このダブルフュージョンウォッチはね、この新この竜神ウォッチの滅竜士バージョンになるんじゃないかなと思います。で制作なんですけども、パーツね集めます。ダブルフュージョンウォッチのボディ、ベルト、カバー、チップ、ダブル絆のかけらということで、2人で1つの仮面ライダー。このウォッチはねマジで欲しい。ちょっと大変ですけども冬休みね頑張って周回して集めていきたいなと思います。さあ皆さんはですね、次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。